不知道我那东西是否能用，我不知道我那东西是否还灵灵，我不知道我那东西是否无能，我只知道我那东西天天在动呀。昔はイケてると思っても、今はなんか見ると変なのない。あれ何っていうのあれ、なんかちょっと分裂してるな。どこで手に入ったらしいんですか？早いよ。札幌のベルサーチさん元気ですか？デラクちゃん、ね、40万もくれんだって。ね、紹介料払うよ。紹介料いい？うん、いいよ。はい、私もあげる。欲しい？そうそう、ちょうだいね。ごめんな。カンパモードだよ。充熱バジェット足りないって聞いたからさ。足りないんでしょ。大将らさ、もう今から避けてやってくるから、本当に。ねえねえねえ、ジョリジョリって言ったって。ねえねえねえ、俺のハンコとかはいいの？ちょっとさ、偉そうなこと言うんだけどさ、今回だけあなたのさ、結婚モード2回ともだよ。多分男とか一緒じゃないとまずいんだけど。そこちゃんとしたいの？病院、世の中金だよ。何言ってんだよ。銭になれば何でもやんだからちゃんとしてると思うけどね。なんでそっちに。私ですか？私は16です。はい、はい、援助なんですけど。おお、はい。あ、じゃあ、どこがいいかな。アドバンスを地球って知ってますか？生活が苦しいため主人の同意の上決めました。
あ、大丈夫、その時間大丈夫です。はい。じゃあ、あとで、はい。はい。わけね。ホットです。保護者のハンコないの？ホットです。じゃあ今度だけはいいですから。家庭っていいですよね。僕にはまだ資格ないから家庭つく。矢沢さん、診察室へどうぞ。もう嫌だったらやんなっつーの。仙台から乗ったでしょ。渋谷行くんでしょ。売り合ってんでしょ。こんなとこで意地張んなくていいからさ。手札あさったってさ、じじいかやこさばっかだっつうの。いってバカ野郎、夢が買収やって稼いでるなんか分かってんだよ。もしもし、あ、ママ、今東京駅。うちのお父さん、団塊の世代って言うんですか。若い世代には一応理解がある風なポーズなんかとって。親父ってのはな、一回やると暴走するやつが多いから、むやみにやらないとか言うんですよ。なんか自信が入ってるじゃないですか。これお願いします。年に何回エッチしてるか分かんないですよ、うちの両親は。気配とか結構ないし。あ、その方とか教えてあげようと思うんですけどね。責任なんかも私の方があるみたいだし。あとはクラスで科学の実験とかレポートしてる感じ。でさ、だいたい次の日中何件か入ってるから、妙に明るいやつ外して片っ端から当たって向こうに金額とか言わせん。処女とか言えばもろ高くなるけど、チェックの売り方とか半端じゃないからね。そうやって超罪よね。え、ラクちゃん売りとかまだだっけ。別に際どいモードで商売してるけど。やっちゃえば。やっちゃ、やっちゃ、やっちゃ。もう切羽詰まってないよ。切羽詰まってからだと超惨めだよ。40過ぎてハゲデブスとか当たって調子こかったりするから、うん、だから心とか体に余裕あるときやっといた方がいいって。簡単だよ。心とかいい。簡単簡単。マグロ状態でも相手は買っていってくれるの。ね、どうする今日か。愛がない。サンピー行ってみない。サンピー行ってみようよ。抜けたじゃん。まるちゃん。え、初めまして。こちらはお友達？あ、私今日下の方が使い物にならないんですよ。だから場合によっては2人でお相手することになるんですけど。バイトだ。今日バイトなんですよ。バイトだ、バイト。バイトだ今日。行こうか。バイトだ、バイト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 。それ気に入ったの？あ、うん、でもちょっと高いんですわ。あ、すいません。今日どこで行って。今日のフライトはパルコ南館裏方面。部屋見のインディゴセーターを探してください。金曜日。モロキン。買い物ですか。Be busy right now。英語だ。僕英語ちょっとしか分かんないでしょ。英語ちょっとしか分かんない。日本語喋る。危ない。危ない。
昔は良かったよな。俺のね、人生の最良の日なんてね、すげえんだよ。朝ね、ポケット1枚こう100円玉ペッて入れて、ああバーッとこう出んの、うん、俺その日池袋だったね。ドコドコドコって池袋行ったら、ちょっと一発で C コース2人引っかかって、もうやべえやべえなんて、次新宿行くの、ちょっと B コースだ、20万じゃん、もうやべえやべえなんて、渋谷着いたもんね、ポケットに40万だぜ。え、何が40万何がだよ。40万なんてなんそんなもんだぜ、俺らの人生なんてよ。超ええコース見つける話は別だよ。俺の先輩が言ってたんだけど、ブスは何人でも食っちゃっていいんだよ。ブスだから。でも、ダイヤの原石だけは絶対手を。先輩で誰だよ。基本だよ。先輩で誰だよ。俺がわざわざブラさん。あなた、デビジュメすごいよ。ブラさん、半端じゃねえ。何言って、ふぬきが半端じゃねえもん。ああ時間と金ちょーかけんねねねねねタレントにみたいな、すげえ怖い子がいる、信頼関係を。ほらほらほら、じゃあ、あそこほら、横断歩道にさ、あそこ一番右にねね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 ね、昨日可愛い子がいたの。あ見て見て見て、横断歩道の向こうさ、今すごい歩いてここで会ったのに、こっちが見えんだ。なんかプレゼントとかしますよね。あのね、お父さんとかにネクタイとかプレゼントしないですか。すごい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 いるじゃん、こう歩いてくるやつ。なんか訪問公開でさ、デイクラ絶対バレたとかって話知ってる。それそれそれここであれじゃーじゃーじゃー。これすごいですよ、この前に僕たちのジェルソンバレン帰国だったらノバ帰って頑張る。頑張れー。いろいろあげるからね、あなたがいるのちゃんとあげてもいいよ。ごめん、待った待った、ごめん、すっごいの道込んでて、なんかデモ隊が通ったとかですっげえ道込んでたね、ごめんごめん、映画、映画おい、ちょっと、うわ、すっげえ出来しないな。さあ、行こう行こう、映画行こう、映画行こう、こっちだよね、映画館のこっちだっけ。行こう行こう。ねえ、ねえ、君さ、君さ、一体何すごいんだよ、すごいんだよ、待って七色にポーンと出てるんだよ。何かな、あれが、もしかしてそうだよ、僕の運命だ、運命だ、前々ディスニーだよ。ねえねえ、本当に僕は君に会うためにスカウトマンになったんだよ。君のことを20年間遊んで待ち続けてたんだよ。ねえ、本当に知ってる？失敗したと思ってない。だってディスニーだけど、はい、大好きなことなんですけれども、はい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 、痩せれるの痩せれるの知らない、僕ダイエットしてないからわからないけど。あ、どうも。先にシャワー浴びます？いや、じゃあ先にやります。金は？あ、終わってからで。先にもらうんだよ、こういうのは。そう言ってもらうと助かります。いくらだっけ？10万ってことでしたよね、下はなしで。世の中ずいぶん舐めてんな、おい。お前みたいなガキにフェラだけで10万払うバカがいるのか。ヤクザさんですか？ポテトルもデートクラブもやってんだよ、うちは。デイクラって言うんだっけ？お前みたいのがいるから商売落ち込んでんだよ。ごめんなさい、もう二度としません。命だけは助けてください。やっていいんだよ、やっていいんだよ、今日これからやってもらうんだよ。若いの待機させてんだよ。俺がガキ相手じゃダメなんだ。小学生の娘もいるしさ。私さっき病院で子供を下ろしたばっかりなんです。本当に本当に下の方は無理だと思うんです。こんな危なっかしいことやってて、今までやり逃げされたり小やめにあったことないのか。やり逃げが3回、怖いのは今日が初めて。うちでやってりゃそういうことないんだよ。それはやっぱり高校卒業してからってこと。よし、分かった。じゃあ今日は実費で許してやるよ。え、私が払うんですか？セーター代、ホテル代、貴重なレクチャー代、全部で10万でいいや。10万ってもっと。お前が払うんだよ。
金がなきゃ身分証とかそれ相応のもの預かる。身分証とか持ってないです。持ってこい。どうしてうち来たの？高く、うん、高く売れるって聞いたんです。高くっていくら？相場で。相場なんかないよ。自分で値段つけてごらん。元はそれもなりないんですけど。けど？けど、うん、うん、ごたごたありなんですか？うん、2回目はゴダゴダなしで買うよ。一度目はお説教ですか？少しは絡ませてよ。ほら考えて。何を考えるんですか？汚れた下着を買うおかしな大人がいるってことですか？それを売ってるこんな店があるってことですか？あんたがパンツ持ってくるからこういう店があるってことですか？あんたがパンツ脱ぐからそれを買う大人がいるってことですか？手っ取り早くお楽しんでんね。うん、うん、いいよいいよ。いくらでしょうか？5,000円。ちゃんと考えて。いくらなら高いんですか？生脱ぎしてみるか。え、生脱ぎですか？うん、ここで脱いで、うんの、ほら脱いで、ここの、ほらこれでいいや。ここに引っ掛けといてね。奥の階段上がったら事務所だから、そこに行ったら新しい下着いっぱいあるから、好きなの着ていいから。オークションの手数料 20% ね。はい。ひどいの、あのね、恵比寿行った時になんかうんこ売ってくれとか全員言われて親父がついてくんの。だってさ、そういうのってさ、マスコミとかがさ、女子高生騒ぎすぎてるから ね騒ぎすぎてるから、こっちも何でもあるだろって感じじゃない？そう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 、超やだ。今日原宿歩いてたの、うん、そしたらなんか、すいません、可愛いお兄さんとか言って話しかけられて、うん、バーッと後ろ向いて、うん、おいくつですかって言われたの、うん、で、17ですとか言ったら、うん、どうもありがとうございましたとか、どこかちょっと思って、中学生の時代なんでしょう。ていうか、なんか高校生ってもうババアの一気に入ってないもんね。そうそうそう。私一回向こうで言われたことないかもしれない。嘘嘘。え、なんでなんで、ない、私、え、中国人みたいだからみたいな。
それ笑っていいとこ。君二十歳になったら結婚するから。早くない？でもよくない？だってさ、いずれ落ち着くわけだしさ、いいんじゃない？私も結婚したいと思う。でもでもでも私夢があって、子供と二人でヌード写真って出そうかな。そうね。なんでいいよ。なんか肌綺麗だからいいかなみたいな。まあ確かにまだ若いじゃん。じゃあさ、そうやってさ、すぐ結婚してさ、家庭作る。やめない？いやいや。絶対子供とか可愛いって。自分の子供は可愛いって。可愛くない。気づけ。絶対可愛くない。ないよ。ちっちゃい頃は可愛いかもしれないけど、ね、私らぐらいになったらね、そうだ、何やってるか分かんないのか。どうだって言われてんだよ。絶対言われてるよね。昔は可愛かったのに今何やってるのかしらとか、何考えてるか分かんねえ。でもさ、今頃になってさ、大学デビューさされても困る人いるよね。すんげえムカつくじゃん。だってさ、なんかさ、スーツとかでさ、なんかさ着てさ、しかもなんかタバコとかもさ、なんか吸えないのしかしさ、なんかうえーってなってさ。何でうざいっていうかさ、絶対さ今のうちにさ売春とかするんだったらさ、しとかないと。二十歳になったら刑務所入っちゃうよ。みんな捕まっちゃうよ。だから私二十歳でタバコとかもやめるし、悪いこと全部やめるから、うん、本当。先に結婚しとけばさ、男はさ子供可愛いし帰ってくるって。何やってる、ね、男ってだけで何やってるの。なんか知ってる君たちは。だってだって変者交際ハマってる親父なんか、うん、私らぐらいの子供がいたりもして勝手なんだよ ね, ね, ねお前らこういう人とは結婚してるよ。こういうこと何ていうか知ってるか。知らない。陰か王法って言うんだぞ。なんでそれ。うるさいな。見てよ、山手に説教されたんだよ。おかしくない。あ、待って、何よ。あ、こんなになるんだ。残ったやつはそんななんないわよ。はい、笑わない。はい。うん、制服は3万ぐらいになるかな。あの、明日から旅行なんです。うち前払いしないのよ。どうする。今晩一晩で稼げるだけ稼ぎたいんです。明日から長いやつなんだ。はい。どれがいい。 E カップ。ダメか。ねえ、ほらこれじゃない、セーラー服と一晩中。どう、どんなやつですか。わかんない、出たことないの。佐世子を卒業しろって言ったよね、マル。させないで親父からいくら取れるかがメジャーとマイナーの差なんだよね、マル。はい。ホステスだってそうじゃんね。頭悪いのすぐ寝ちゃうけど、一流どころさせないでも超リッチじゃない。超リッチ。そこに女のプライドがあんじゃん。そりゃさ、そこで自己満とか言って言われたらそれでおしまいだけど、だったらブランドモンとかカラコンとか全部自己満じゃない。あれ、あのシャネルのマスカラ、あれ超自己満だよね。なんかさ、資生堂とかの方が結局よくない。ね、シャネルの資生堂結構刺激強くない。だけどさ、ポーチとかに入れんの国産品じゃなくてみんなシャネルだね。ゲロシャネは超ムカつくよね。お前が言うな。ゲロシャネだっていいじゃんね、プライド持ってんの。それもわかるよね。わ、うん、かってるって顔してないじゃん。わかってるよ、わかってるね。もういいよ。何返してほしいんだっけ。4万ちょっとしか持ってなかったので、6万持ってけば身分証と携帯返してくれるって。あんた携帯の電話なんか持ってた。うん、六本木のクラブのママが買ってくれたん。仕事専用だけどね。そっちでもやらせてんだ。3回に1回くらいは。ねえ、マルってさ、プロやった方がいい。それだけは絶対嫌。冗談が冗談じゃなくなっちゃう。お前冗談で子供をしまくってんの。ちょっとだけ話聞いてほしいだけなんだってね。本当の俺危ないもんじゃないと全然。あ、ちょっと待って、今証明するって。待って、はい、免許証置けよ。はい、
大丈夫、こっから、ふっ、絶対入んないから、絶対入んないから。見て、見て。秋山春樹、昭和51年8月27日、あったでしょ。あだ名がサップ、住所、その実家のやつ。今、駒沢公園の近くに、友達と一緒に住んでんの。関係ねえや。お願い、君の名前を教えて。リサ。おい、リサちゃん。リサちゃんさ、さっきさ、ブルセラでさ、商売したでしょ。お金が必要なんでしょ。大丈夫だって。俺はきっちり面倒見るって、マジで。どいてください。私仕事があるんです。仕事って売りなんかしちゃダメだって。ビデオですから。AV なんか出んのかよ。AV なんかやりません。絶対そうだって。そんなんじゃないです。マジかけてもいいって絶対そうだって。そんなんじゃないです。ほんと、だって俺渋谷に来てるわけじゃねえもん。分かってるもん。そうやってあいつも何よ。もう大人に相手にさんねえからって子供の手出すなよ。本当に若い頃勉強とようなにしかしてねえからよ。遊び方死んねえんだよ。でよ、ブタブタのよ、親父になってからよ、片っ端から金で買いまくってよ。なんでそんな奴らの言うこと聞くの。敵じゃんよ、あいつら敵じゃん。なんでそんな奴らの言うこと聞くの。損だよ。どいてください。分かったよ。じゃあこうしよう。心配だから、リサちゃんの後ついてこう。で、表で張ってよ。で、OK そうだったらそのまま帰って。そうしてねよ。そうしよう。こんぐらいいいっしょ。シーコちゃんね。はい。じゃあ並んでね。シーコちゃんも並んでよ。はみ出しちゃダメよ。はい。はい。あ、どうしたの君。シーコちゃん。踏めないんです。何？何が？線が踏めないの。おお、どうして？何言ってんの？ね。放射線も踏まない方がいいって。で、何？踏んだらどうなの？踏んだら？うん。踏んだら気分が悪くなってジンマシンとか出て下痢してあくびして鼻とかも痒くなって生理不順にもなって。何なんだそれは。計算性直性筋シンドローム。シンドローム。ああ、じゃあさ、道歩くときどうすんの。横断歩道なんてどうすんの。線だらけじゃん。またいで当たれば怖くない。リコちゃん。はい、そうです。今日はありがとうね。はい。まあさ、緊張しなくていいから。はい。じゃあさ、そこにさ、荷物置いて。着替えるの、そこだから。はい。でさ、はい、着替えるとこちょっと取っていいから。やですよ、そんなの。ね、ちょっとだけだから。やです、そんなの。そんな約束してないですよね。ギャラ上乗せするから。でもそういう約束してないですよ。いや、そうだけどさ、ねえ、ちょっとだけだからさ、ねえ、頼むよ。8階お願いします。8階いないですけど。じゃあ7階でいいで。僕も7階なんです、
15,000円いただきます。じゃあこちらどうぞ。はい。女の子とはこの電話で話してください。あと15分以内に相手を選んでください。それから待ち合わせ場所はビルの表の自動販売機が一般的です。それじゃ、選ぶったって女の子一人なんですけど。15分で足りなければ延長もできますんで。もしもし。申し訳ないんですけども、隣の人に代わってもらえますか。え、ここに私しかいませんよ。え、そんなことないでしょ。見えますよ、二人ちゃんと見えてんだから。ああ、彼女、お客さん、誰か探してるんだって。そういうのってずるいですよ。ずるいよ、そういうのって。僕だってちゃんと15,000円払ってんですから。そんなこと私に言われてもね。なん、僕、狭いとこ怖いんですよ。もういても立ってもいられないんですよ。怖くて怖くて狭いところ。それでも我慢して1時間テレクラにいたんですよ。でも、もう隣でもなんかいやらしい会話バン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 話すし、もう鳥籠の中のバカなオウムカインコになったみたいで、もう頼みますよ。電話取るのだってもう遅いんですよ。超超超遅いんですよ。取ったらすぐ出ちゃうしね。いや、すぐ一つも取れなかった、ね、泣き言言いたいんだったらさ、教会でも行けば。大島さん呼んでくれます？大島さんいますか？頼みしてよ。ちょ彼女ねえ思い出してよ。ねえ彼女がいないとさ、このビデオは成立しないんだよ。でも、ね、いいです、ね、みんな見た、なんか最悪なことばっかりじゃん。ねえ、せっかくいいムードなんだからさ、なんとか考えな。いや本当悪いんだよ。あいつが変なこと言い出す、急にびっくりしたんだよな。いやらしいこと言い出すからな。お前の、いや謝るから、ほら見て、ほら謝るから、もう二度とほらいやらしいことさせないからさ、ね、でもいいです。意外ないとさ、このビデオ成立しないんだよね。ねえ、まあ、そういうことしたくない。とりあえず、あ、荷物置こう。大丈夫だからね。とりあえず荷物置こう。あ、でも、はい、大丈夫だよ。はい、ちょっと待ってよ。 ね分かった、じゃあ同じことでいいからね。もう一回なるの身分証返してほしいんだって。身分証と携帯電話。見返りは自分が10万円分働きます。友達の代わりに体売るのか。売りはやってません。で、何やってんだ。炎上交際だろ。パトロンとカラオケ行って歌ったり、一緒にご飯食べてお話聞いてます。それで10万か。1回につきです。バカ高いじゃないか。今の日本の大人ってみんな若い子と友達になりたがってるじゃないですか。自分たちが特にお付き合いしたわけじゃないんです。ごめんね。ごめんよ。すいません。おはようございます。はい、何なんだお前ら、何騒いでんだよ。ビデオ撮影か、お前ら。お客相手に何やってんの、いい大人が、ね、俺らの事務所の上で勝手なことされると困るな、おい。責任者でしょ。いい大人が顧客相手に何してんだよ。分かりましたよ。
ビジネスで解決しましょう。ビジネスで。いいね、ビジネスで解決しようよ。お金で。話わかるじゃない。なんだよ、これ。撮影終了も。パスポートは、はいはい、アメリカと日本ね。何なのか、いらねえの、これ。なこんだけ？あ、ニューヨーク行きの航空券。これもやっとく。お金のギャラにもなんねえじゃんよ、これじゃ。え？おいおい、やばやばやば。なんだなんだ。金だ、金。30あるぞ、いくらなんだよ、おい。次元かけて止めたお金なんで、返してください。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 ダメダメダメ、すぐに渡さないとね。3P 沈迫顔面シャワーの仰向けバッグ振り回し首画面しちゃういいのかな。もうやめときなって。もういいからいいから。分かった分かった分かった。国別これ返してやるよ。国別返してやるから。国別返してやるから。これだってニューヨークでもどこでも行ってこいよ。行ってこい。こいつうるさい、めんどくせえ。やっちまおうぜ。いやお前さん、いいよ、もうめんどくせえ。お前さん、ありがとうございます。じゃあ先発さん行かせていただきます。具体的に説明してくれよ。なんでお前が一発のビジネスやってんだよ。これはな、日本全国のヤクザがみんな知りたいと思ってるんだけど、尋ねる相手がいなくて困ってることなんだよ。別に自分たちが特別なわけじゃないんですよ。こういう兆候っていうんですか、そういうのを自分が小学生の頃から結構ありましたし、学校とか下校するときに1万やるからキスさせてとか、2万やるからマスカケ見てとか。電車通学の子で痴漢のお世話になってない子いないじゃないですか。それがこの国の形とかじゃないですか。男はスケベで女をセックスの道具としか見ないってか。金で弱いもの釣るとか。だけどなぜなんだ。え、なぜカラオケへ付き合うのが10万になるんだ。常識ある大人が少なくなったんですよ。少なくなったから子供の非常識が通用するってだけの話じゃないですか。要するにガキが大人舐めてんだな。あまりに金金金の世の中じゃないですか。1万やるからキスさせては嫌だけど、100万ならいいよっていうのは子供の発想ですよね。大人に常識があったらここで終わるんですよ。だけどよし100万払うからやらせてくれってことになっちゃう。自分たちからすれば結構怖いですよ、こういう世の中。パスポートはさ、戻ったから。でもよかったね。向こうへは行けるよね。友達とかあっちいるんでしょ。無一文で行けるような甘いところじゃないの。じゃあリサちゃんさ、家に帰るしかないの。新幹線のお金ぐらいはなんとかしてあげるよ。ありがとう。でも私この件無駄にしたくないよ。そんなに向こうっていいの？ギャングとかさ怖くない？それ問題はいっぱいあるけどね。アメリカにはキャンドルスピリットがあるから。何それ。自分の力を信じて一生懸命頑張れば何があったってやっていけるって。そういう日本はそういうの。そ
そう言っただけでバカにされる。いるよ、うちにも。うちにもいるよ、そういうの。なんだっけ、超最近増えたの。そう、ちょっと不安定なの。弱いんだよ、なんか心がさ。そう、なんかもう今学校店切ってるよ。家は家週2回ぐらい帰ってやる。親とかうるさくない。一人帰るだけでいいと思ってんじゃないの。うちはうるさいよ。娘の子は高校入学に合わせて。させないで金取るのは援助交際の美学だ。だから俺たちのセックスビジネスとも競合はしてない。ほっといてくれ。そう言いたいんだな、ジョンコは。自分らのやってることなんかいつまでも続くもんじゃないし、そんなにカッタすることと違うじゃないですか。そっちは売りをやるつもりはなくても客はそれ目当てなんだよ。甘いやつばっかじゃないだろ。だからそういう時お金取って逃げます。ちょっと待て、ジュンコ。おい、それ10人20人の話じゃないだろ。中には枕探しにあって用心してんのや、体育会系の親父や変態系の親父なんか、お前ゴロゴロしてるだろ。いますよ、たまに。だろ、そういう時はやらせるしか仕方ないわけだよ。そうでもないですよ。使ったのかこれ。5人ぐらい。警察だとは。こげる一人にやられたなんて言いませんよ、普通。札幌のお医者さんなんだけどさ、毎週毎週全身ベルサーチ夢が登場すんの。食事に付き合うだけで5万とか、毎回プレゼントとかもすごいんだよ。けどね、結局やらせるやらせないのとか関係になっちゃってさ、仕方ないからさせご紹介したの。いつ待ってる味があった約3名かな、ウェイティングなんだ。紹介しようか。覚悟はできてたはずなんだけどね。できないものを無にすることないよ。丸から巻き上げた分だ。今ここで何が生まれたか分かるか。信頼関係だ。信頼関係、ジョンコと俺。1ヶ月に1回は飯を食う。援助交際と一緒にするな。信頼関係の飯だ、いいな。先週組の会合があったんだよ。寺田、去年の夏は地方の小ギャルがどっと東京出てきてバンバン売りまくったからな。素人の仕切る援助交際がブームで、プロのセックスビジネスは軒並みダウンだ。今年はどうなることやら見当もつかね。まあはっきりしてることは、スケベの男が東京には溢れてるってことぐらいかな。ジョンコはコロンビアって国知ってるか。はい、麻薬関係のニュースでだったら。本当してんのか。はい。俺にとってはガルシア・マルケスやカミロ・トーレス神父を生んだ国だ。そのコロンビアに町の掃除屋がいる。麻薬で問題がある地域ならディーラーとか常習者に目をつけて至近距離から頭に7発ぶち込む。死体は路上に転がしておく。翌日からはその地域はクリーン。売春の問題でも同じだ。
ソーシャルクレンジングってんだ。それを東京に輸入したがってるやつがいる。脅して効果がなければ渋谷の路上に小ギャルが一匹、ジョンクの荒稼ぎもしばらく控えた方がいいな。警察沙汰にしなくてもヤクザに泣きついてくるやついるぞ。わかりました。今回はイエローカードってことで。次はレッドカードだ。よし、カラオケもあるし10万円分働きます。オディンソングは自信あるんです。数こなしてますから。いざ戦おう、いざ奮い立て、いざ愛たなそなる我らが炎、いざ戦おう、いざ奮い立て、いざ一気させてくれたら電話代金で全部複数連動募集してます。僕の得意技は紙芝居と SM が興味あって縛られたり SM テープなんかしないという好奇心のある女性を探してます。質プレー、そこと SM に興味のある少しエッチな窓っ気のある女性を探してます。はじめまして、26歳です。舐めたりいじめられたりするのが好きな女の子がいたら。アルバイトもやってんの。こんばんは、はじめまして。出張で大阪から来てんねんけど、援助でも割り切ったらなんか付き合いしたいし、月2回くらいこっちに来んねんや。その時で売ってくれると探してるし、よろしく頼むわな。今晩遊んでくれる女の子を探してます。10万円ほどのお小遣いを受け取ります。食事、お酒など付き合ってくれるだけでいいです。しげさんですか。援助交際を希望します。明日昼間。19歳のフリーターです。いつでも暇なので。40代のサラリーマンです。こういうおじさんが好きだっていう女の子今誰か刺激をくれる人探してます。今彼女がいないんで誰か彼女になってくれる人を探しています。よろしければメッセージをください。マジか。なんかさっきチーマーみたいなやつが来て筒やろって言ったのよ。したらホイホイついてたの。マリカムチカンパゲのアルス入ってるの。うまくいったの。そうめっちゃうそだよ。さ、こっち目がいってんの。いや、それが一番だよ。それ倒れたところか。前持ってくれる。はい、じゃあじっとしててくださいね。はい、いいんですか。そのまま前の方にちゃんとね、かぶせて。はい、ごめんなさいね。はいはいはい、痛い。あー、ごめんね、ごめん、はいはいはい、痛いっすよ。ごめんね、ごめんね。大丈夫ですか。はいはい、ちゃんとやるから。どうします、先輩。あ、はい、これからちょんまげ出しておね。はい、あ、はい、大丈夫。ここ隠さないでください、ここ。ちゃんと意味があるんですよ、ここ。何が。ここの茶髪の部分。あー、はいはい、わかりました。はい、じっとしてね。はい、じっとしてね。はい、大丈夫、はい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 。ちょっと職業欄真面目に書いてよ。ちょっとパパでは言わないでくれ。
なあ、慎吾、保険証のコピーは？私は、あ、持ってきたよ。なんだ、友子さん、なんで美少女ビジネスダメなんですか？あんたね、常識の範囲内で考えてくれる？はい、常識ないっすもん、俺。書き直すんだね。なあ、ほら、ナイス、ナイス、まだナイス。痛い、痛い、痛い。ほら、ナイスよ。はい、はい、ちょっとこれ、ちゃんと1回書き直してよ。ちょっと、ちゃんと書いてよ。なんだよ。ちょっと話せよ。やめろ。いいじゃん、痛そう。いいや、美少女ビジネス。いいよ、いいよ。でもしちゃうのもわかるんだよね。だってさ、しちゃえば一応会話なくてもお仕事だって感じで成立するじゃん。成立してない会話とかでさ、お金もらうのって結構気持ち悪いんだよね。金とか持ってるやつに限ってせこいしね。ラクちゃん、やっぱり分けよ。ん？この金分けた方がいいよ。分けたら新幹線代にもならないぞ。明日の飛行機って何時だっけ？11AM。11時か。いくら花金でも勝負は2時までだしな。あとは一人でやるからさ、いろいろありがとう。あのニューヨークの学校の連絡先書いて渡しておくから。うんうん、どうなるか分かんないけどね。うんうん。どうしたの？どうしたの？朝にはさ、ペンと紙もあったんだよ。毎週末コンビニでバイトして貯めた30万だってちゃんとあったんだけど、自分がさ、欲張って渋谷に寄り道なんかしてさ、私自分で兄さん、でもさ、渋谷に寄り道したからさ、アクちゃんの友達になれたんだよね。そうだよ。よかった。大丈夫？大丈夫。だから、煮詰まった親父、紹介してくれる？その道のプロがさ、言ってたけど、ね、うん、売りやるときには、心に余裕があるときにしろって。あんな家に帰るよりマシだよ。あんな学校に行くくらいだったら私何だってできるよ。ねえ、それ流行ってないんじゃない？前流行った。前流行った。え、これ数珠だよ。嘘だね。本当だよ。何そこだけ立ってんの？これ娘目だから立ってんだよ。はい。マジの子みたいな。マジの子じゃないよ。違うの。マジの子がなくなる。太いの。あっちのベロベロしてんだ。中にね、この中でだから江戸と神様。そうだね。本当だよ。明るみに照らさないと分かんないよ。カメラも光弱いんだよ。うちの神様。あ、なんかね、なんかいるの。じゃあエトでしょ、何が入ってる。ネズミじゃない。ね、動物。あ、何何。ネズミじゃない。ね、ネズミでしょ。エト言うなよ。今ちょっと見せちゃう。あんたに見せましょ。見せなさい。見せましょ。嫌でしょ。あ、はいはい。早速ご返事いただきましてありがとうございます。久しぶりだね。あのさ、言っておくけど、ジョンコのやり方って認めてないよ。それが言いたくて半年ぶりに連絡してきたんだ。認めてないけどさ、今晩一晩だけ役に立ってほしいんだよね。聞いてる？聞いてるよ。時間ないから手短に説明するんだけど、すごい熱い子がいるのよ。ジェラするくらい熱いの。マジでジェラジェラなの。その子ね、リサっていう名前なんだけど、いろいろトラブっちゃったりして30万円盗まれちゃったの。だからさ、
明日からのニューヨークの生活費とか、あと入学金とか。明日から？そう、明日なの。明日の空港券切れちゃう。帰国？え？え？帰国？そう、帰国。助けてくれる？わかった、クラップクラブにいる。じゃあ送り込むからよろしく。航空券航空券って言ったでしょ。うん、あ、航空券でしょ。言ってない。空港券って言ったよ。そんなのやめなよ、危ないんだ。ね、大島に会ってきたばっかでしょ。ちゃんこって子はね、小学校の頃から電車の中とかで痴漢されたりしてさ、先生にまでセクラー状態で痴漢されて、だから親父が突然チョベリバとかじゃんとか女子高生言葉使い始めて援助交際ハマってったの。だからスケベ男は絶対容赦しないの。ホテルに誘われたふりして金だけ取って逃げる。でもし見つかったとするじゃん、そしたらさ逆に痛い目に合わせてさ金だけ取ってリーマン置いて逃げちゃうんだよね。リサ、リサ、リサちゃん、怖がることないよ。怖がることない。家に帰りたくないんでしょ。親を恨んだことがあればそれほど大変じゃないって。でもそれは違うと思う。わかるよ、リサのその気持ち。わかる、わかるけど、今のリサを助けてくれるのはイーサン・ホークとかでもないし、クリントンちゃんとかでもないんだよ。ジョンコなの。12時過ぎたら小道でやってるから、遅くとも明け方にはちゃんと顔出してね。あ、そっちだよ、クラップクラブ。ここ曲がったところなんだけど。うんうん、ジョンコとは顔見合わせたくないからさ。大丈夫だよね。大丈夫ね、そっちだよ。分かった、ね、気をつけてね。じゃあね、バイバイ。バイバイ、頑張ってね。じゃあ、もう渋谷駅の東口あるじゃないですか。あっち側に歩道橋があるんですけどそう、映画館があるところ、あそこの歩道橋の角に渋谷警察署があるんですよ。そこの上のリサです。ジョンコです。はい、あのなんかラクちゃん先約があるって言ってた。はい、うん、聞いてる。あの9時、9時さん、リサです。です。9時連絡係でなんかアポとか電話でなんかいろんな連絡取ってくれる。あ、そうなんだ。もし何かあったらとりあえずリサだけ逃がすから、その時はグズグズしないで。うん、あんたに何かあったら自分のメンツないじゃん。だからそれだけはちゃんと守って。バラバラになったらクラブへ戻ること。9時ゴールやっててくれるから。目標は60万、やられたら倍にしてやり返す。代償を払うのは親父。分かった？分かった。40万稼いでっか。何がだよ、そんなの目じゃないよ。リサと一緒に気持ちが通じ合ったんだ。もうすげえ充実してたんだよマジで。消火器持ってね、ガーッ行った時なんてね、すごいんだよ。頭の中真っ白だよ。アドレナリンとかさバンバン出てさ、鼻からビュー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 粘付いててよ。俺が10年のハイライトなのかよ。だったら橋本探せばいいじゃねえかよ。これね、さっきさ、ここんとこさ、いて縫ってもらってる時さ、ここ見えたの。結局ね、俺程度のスカウトに引っかかってくれる女の子のね、最大公約数とか最小公倍数がさ、どっちなんて全然違う。2つはそうだよ。だから共通項じゃん、キーワードだよ。そんなこと違うよ。いいよ、明日にしよう、明日にしよう。だからさ、とにかくさ、もうちょっと片付けろって。ブランド品は神様って女ばっかじゃん。世の中そうじゃん。ジーパンとかスニーカーとか、できたらってさ、あんまり残りがある感じじゃん。でもリサ違うんだ。洋服とかでもブランドじゃないんだ。誰が縫って、その縫ったやつの労働条件考えんだよ。ビビんね、すごくない？わかる？
だからどうすんだよ。渋谷警察署あんじゃん、あそこの歩道橋の上の角と高速道路で見えないけど東横線の角、すぐ近くの角、あっちにさ緑色のぐるぐるしたやつあんじゃん、あそこの角、そこにさ斜めの歩道橋あんじゃんか、ガイドがあるとこ見て、あそこに一人、電話ダイヤルでさ4つアポ取ったのね、待ち合わせは全部10時半、今から順に回って品定めするから。ちゃんと見た？え？どの人がそうだったの？だから一人は田舎臭くて背広着たやついたじゃん、でももうあと誰か、メガネかけてさすごいデブで立ち臭そうなやつ、あとなんかもう季節外れのスーツ着てた変な男、あとバーコード、バーコードの人、夢みたいだな、本当にやらせてくれると。まだダメだ、エッチしたら先にシャワーどうぞ。ああダメダメダメ。なんで？だって先にシャワー入ってやらせてもらったら試しないんだ。何それ。最初は昭和46年の熱海でさ、芸者でさ枕探しよ、次が昭和47年の台北でさ枕探しよ、それから昭和50年のマニラでさ枕探し、もういい女の時は必ず枕探しよ。でもねそれまではまだ良かったよ、やることやったけんが。平成になってからはさ世の中悪かよ、やる前から枕探し。別にあんたたちを信用しとらんわけじゃないけど、これは俺の信念みたいなもんやけんが。じゃあ私と一緒にどうですかね、えお風呂、お風呂ね、一緒に行きましょうよ。お風呂顔は入ってる。昭和46年の熱海で来れとけよかったな。でもまたあれ使うの？使わないよ、お得意さんだもん。月1ぐらいでね友達紹介してんだけど、あの昔話とかね聞いてあげるだけでね20万くれる。20万？でもね面接とかで落ちるくらい。面接？なんかね、いくつ？何歳ですか？ね、教授って大学の教授？ううん、名誉教授。医学博士かな。何怒ってんの？パン投げたでしょ。うん、投げたじゃん。うん、どうもご無沙汰してます。何か飲むか。バージンメアリーにします。十分無邪気じゃないか。今日はヤクザの女婦とから飲み物じゃないんですか。子供向けのボールコンカクテル。嘘。うわ、騙されたよ。きついな。どうしたの？おい、すまんなさい。赤ワインにします。うん、教授、この子リサちゃんって言うんです。うん。どうもリサです。リサちゃんは何がいいかな。お水を。ガス入り？なしでお願いします。いくつ？16です。日本人の16歳にしては顔ができてるね。不合格ですか？あ、いやいや。しっかりしてるんだよ、骨格が。戦前の少女みたいでいいね。リサ、アメリカの国籍とか持ってるんですよ。救急箱。救急箱。寺さん来ましたよ。両寺さん、ご苦労さん。スタンガンどうせ。そうなんだよ。お客はさ、親子に少ないっつってんだけどね。バンドエイド。あ、これ聞かない。もうこんな物騒な小ギャルはごめんだからね。寺さん、なんとかしてくれよ。今日は少し長くなるかもしれんよ。超過分も含めて30万でいいかな。はい、本人に渡してください。僕はね、行きたくても行かれないんだよ、アメリカへ。先輩になっちゃってね。去年のこれからだけどね。P
ピーヤ設置要項というのがあってね。ピーヤ慰安所、アジア各国女性の耐久度、消耗度、特徴、そんなことも細かく記してあったね。ベストは朝鮮女性なんだよ。昭和16年頃の陸軍なんてのは、新しく部隊を編成動員加齢されると必要慰安婦を朝鮮半島から集めることになっていたくらいでね、僕も長兵に走ったよ。それから喪代をくぐって出てくるまでの持ち時間なんかも決められていたね。将校は何分、下士官は何分、兵卒は何分、料金も含めて等級をつけなければいけないんだよ。そんな規定を僕らが学ぶわけだ。陸軍では経理学校、海軍では主計学校、エリート教育の一環が慰安所経営術ってとこかね。海軍主計人脈からは総理大臣も出たな。こいつにとっての大東亜戦争なんてのはボルネオでの慰安所開設でね、体裁が悪いもんだからごまかしてるがね、インドネシアやオランダの女性を相当数徴兵したはずだよ。日本人はね、アジアでとんでもないことをやってきてるんだよ。しかしだ、なんで戦後50年も経って僕のところに戦犯容疑が回ってくるんだ。なんでアメリカが慰安婦の訴えに耳を貸すんだよ。理不尽じゃないか、これは。悪いの前歩いたら変な味が来て、なんかね、体踏んでくれたら一発なんかさ、そんなのばっかりじゃない。いいの、いいの、いいの、踏んでない、踏んでない。いや、体じゃん。ドリンク紹介しようかって言ってしまったから。エステ、ダイエット来た。この前、なんかすごい怪しい人がいたけど。違う違う、街中でいきなり聞いてくるんだ。すいません、どうやって行くエステ行きますかって言ってた。結構わけね。それは別にお金のため、どうしてもそうなくて、それ。なんかお風呂入ってたから、とりあえず髪見ようかなって言ってたの。またなんかパチパチパチとかって音が聞こえて、何がいいんだろうと思って。もしもし、うん、あ、もうアポ取れないよ絶対。だってこんな時間じゃん。分かった、じゃああとこっちで何とかやっとくからさ、9時も店じまいしていいよ。じゃあこっちは、うん、勝手にばらけます。はい、はいはい。マルの友達です。彼女今日ちょっと体調悪いらしいんですよ。あ、そう、困ったな。六本木のね、トータルビッチなんだけど。はい、聞いてます。ヘルプですか？そうなの。援助交際 OK？ 全然 OK ですよ。1時間以内でよかったら2人行けるんですけど。あのね、チョベリビブの貸し切りなのよ。マルより落ちると困るんだけど。大丈夫です、かなり行けてますよ。そう、なんて名前？美奈子です。もう一人が美奈代です。 OK、 ドアの暗証番号いくいくだから、なるべく早くね。よろしく。失礼します。ジョンコさんですか？キャンプ中にさ、ファーストのポジション争いでじいさんの先輩とさ、戦争ぶっこいちゃったから。またその話するの？聞いてよ。ね、だからその時ムカついてたからさ。うん。だけど今日はほら、兄ちゃんと久しぶりに飲むから。兄様。だから何？ほら、楽しんでもらおうと思って呼んだわけ。しんちゃん初めてよね。初めてなんです。紹介してもらって。しんちゃん。あ、で、兄貴の高めです。どこから来たの？中国から来たんですけど。はい。でもね、
あなたは私を舐めたらかよ。いや、舐めないよ。寂しい。いじめないでって感じだよね。建設省の官僚なのよ。そうだそうだそうだ。そうよ。でも寂しい。お兄さんだよ。まあ、確かにね、お兄さんが好きなのはね、土木業界の方かもしれないわよね。何の話してんだよ。あら、兄弟で給料がいいな。だってさ、官僚はさ、巨人家系のさ、ジャリも持ってるじゃないですか。絶対的な事実を見据えてないの。日本ってのはね、村社会なんだよ。村社会の皆社会の絶対的な教えがある。その教えって何か分かる？分かる？みんな。分かんないけど、でもね、うん、どちら日本の男の人夜になるとね、立ちションしてません、あちこちで。ねえ、立ちしてないわよ。大体使うの早いですよね。ちょっと待って、ちょっと待って。と、みなよちゃんです。よろしく。みなこちゃん、こっちおいで。こっち。はい、こっちで。かわいいわよね。ねえ、ねえ、君たちね、村社会の絶対的な教えって何かわかる？ちょっと。何やってんだよ。ねえ、君たちバイトしたんだろ。大丈夫だ、仲間に入れて。15分間肉体労働。うん。便器をきれいに磨き上げることは、非国民と外国人を人間的に磨き上げることになるんだ。嘘みたい。だから僕が官僚で君たちがそうじゃない。飯と調和だよ。覚えてるかい。さあ、一人20万掃除しようか。官僚の俺が動かさないで誰がこの日本を動かすんだよ。考えることは俺がやるよ。お前たちは考えるような頭は持ってないんだから。何バヤッとしてんだよ、ほら仕事しようよ。うん、お前たちは言われた通りやればいいんだよ。ほら、20万だぞ。私、テープクロを使うでいいですかね。バカなこと言ってんじゃないよ。素手でやることに意義あるんじゃないか。え、こんなことはな、ロスでもニューヨークでもできないんだよ。黒もメキも危ねえんだよ。10年前の話やめてよ。だってね、六本木普通じゃないよ。ガタ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 言ってんじゃねえよ。中国オーナー、お前はな、言われた通りにやればいいんだよ。なんだったって日本は安全なんだから、余計なことは一切心配しなくていいからね。一度やったらこれが生きがいになるんだ。飯と調和だよ。一つ聞いてもいいですか。なんだ。何やってんだよ。死んだよ。高木、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 活该，你知道疼了吧？我最讨厌这样的男人，去过红了，那命就那样哟。何してんの？早くしてこい、仕事しなさい。私、5秒で大声出すわよ。早く行け。キャー！サキ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 いろいろ起きてますね。ここは筒絡みの傷害事件です。コギャルとちびっこギャングがリーマン引っ掛けたらしいんですけど、居直られて返り討ちです。相当なぶっ飛ばす最後ですね、このリーマンは。
害者ですよ。わかりますか？僕が被害者なんですよ。見た目はね、あっちが被害者だけど、今時お親父がにただ黙ってられないじゃないですか。あんたの気持ちはわかるよ。ね？それと同時に、ね、お名前なんておっしゃるんですか、刑事さん。また関係ないじゃない。お名前教えてください。ね、佐藤だよ。佐藤さんね。佐藤さんに話しますよ。あの家族だけに、あの、なんとか知られないようにできませんか？ね、そんな気がいいじゃないの？コギャルの件がひどいんですわ。リーマンに死ぬほどぶったたかれたとかで。六本木の件は聞いたか？聞きました。これから行きます。ジョンコに間違いないですね。ストリートダンサーのマブダチがいるってことなんで、そっちの方何箇所か当たっています。ラボ関係には手打ってあります。今晩中にまだ仕事する可能性もあるんで。羽賀兄弟絡みだからな、これは大事なんだ。上の方にも伝ってるしな。きっちり落とし前つけなきゃまずいってことですよね。まあそういうことだね。羽賀兄弟ってあれ、お兄ちゃんが建設長で弟が一番四塁っていう六本木のバカ。そうそう、四番一塁だよ。あいつストライクゾーン広いんだよ。もうワンバウンドだってコギャルだって打っちゃうんだよ。ああ最近の女子高生はわけわからんね。第一、立ち姿のいいのがいない。由緒正しい熱血美少女はゼロ。いるよ、今日いた一人。どこに？教えてあげないね。立ち姿で嬉しかったね。私が同時して変なビデオ紹介しちゃったんだよな。自分のパンツ脱いで売るやつのどこが凛々しいんだよ。魂の切り売りじゃない。クラブとか彼氏とか何なんだあいつらは。親父してよ。なんて言ったって優勝正しいほんまもんの熱血少女。違うって、私たちの頃は時代が動いてたじゃないか。だから熱くなったんだって。今はそれが見えにくくなってるからさ。私も入れてよ。自分のことは自分で。今日は私が変わってんねや。ブルーさん、ありがとうね。失敗したけど、あれで失敗したんだよな。差しすぎみたいな。すごいよ。やばいし、気持ち悪いよね。お金って考えて使わないとダメだね。うん、だってつまんないブランドもんとか買いまくっちゃったから。だって親父からもらった金なんて持ったくないで。気持ち悪いもん。気持ち悪いね。で、一時期ジモの握りに超凝ったのね。200万ぐらいぶっ込んだの。でもよく見ると眉とか超ほら入ってて、すっごい気持ち悪いの。だからいとこにあげた。いざでブランド物とか興味ないよね。あー、そうだね。ブランドとかよりも誰が縫ったのかなって気にするかもしれない。デザイナーになりたいよ。ニューヨークのね、学校でクラスメイトが教室にね、こうやってサッカーボールを持ってきてみんなの前で言ったの。このボールを誰が縫ったのかみんな知ってますかって。暗くないよ。5歳から14歳くらいまでの働く子って2億5000万人もいるの。だから洋服とかカーペットとか買うときは子供が犠牲にされてないかなって考えてからにする。時間が流れただけでお行儀とか正義とか変わっちゃうんだからさ。そんな親父の美意識でもないやないの。能天気なババアになりやがって。やっぱり親父になっちゃって。親父のどこが悪いんだよ。男と女ってね、通点が違うのよ。あんたの気持ちいいところと痛いところ相当ずれてるよ。気持ちいいとか一回ちょっと、こことか自分の論理でも論破して勝とうとしないで、体で覚えて、体使って体。何言ってか分かんねえよ。ねえねえねえ、俺さ、コギャルとさスクラム組んじゃったんだよ。マジ？インターハモっちゃったのよ。ガンマジ？ガンマジガンマジ。それってインターコースとかインターコンチじゃなくて？立て植えたるものよ、今ぞ日が。あんた機動隊によく注意されてたもんね、音程狂ってるって。ちゃんと歌って気持ち悪いから。立
さてう、おい、インター入れろ。どうぞ。試合じゃない、こんなやつ。ここで何やんだよ。勉強。きつい、きつい。きつくないよ。きついよ。受験勉強とかじゃなくて、自分のためにする勉強。こうやってちゃんと一人一人生徒を見てくれる先生。いないです。いる。人生とかさ、語れちゃうような仲間。親のいないところ。そういうもんが欲しいの。半分ぐらいのとこかな。半分ぐらいのとこ。ねえ、ラクちゃんとこ行こうよ。行こ。リサさん、ここに来て。行こ。ここに来て。行こ。来たら行く。降りだー。降りだー。リサは行きます。何？ラクちゃんとこに行きます。なんだと？リサは行きます。おりおりおり、リサは行きます。千杯万杯不算多，实话实说，伤了和气不如你别说。朋友满天下呀，能掏心的有几人？兄弟姐妹男女老少不必太认真。天气不好测呀，能难的是人心。反反复复，好好坏坏，就像是淘金。人说三分话，不好不跑一天心。你好我好大家都好，才能做个人。金钱是粪土，善良是正路，生不带来死不带，都别装那糊涂。背后有人说，人前说别人，左邻右舍高矮胖瘦，忘记老愚蠢，见好你就收，名利别过分，自卑自信自由功能过分找没劲。金气质与蓝牙，心灵换旧人，你我都是五谷杂粮，不是你造的神。真正是富人，他说的如此像素，中有压压中有压，富力共上之中是富人。他说的如此像，富中有压压中有富压，富力共上。空灵大半的美呀，早晚断家人，不要觉得不可能，是不过是一碗馄饨。脾气要擦得亮，牙齿刷得白，烟也别抽，酒也别喝，文明的标准。我是你的丈夫，也是我的太太，你有隐私，我有了回忆，和谐的接吻。远水不能解渴，远亲不如近邻，有茶有酒全是朋友，帮忙却没人。ジョンコもラクちゃんもずっと友達だと思ってたいの。これだけのお金じゃまだ足りないよね。そうだよそうだよ。ニューヨークでさ、金欠くんになったらさ金欠病になったらいつでも助けてあげるし、うん、友達だからアフターケアだってちゃんとしてあげるんだよ。ほらリサがさ、うん、どっかでちゃんとやってると思いたいじゃん。そうだよ、そうそうそう。でもそれすごい大事だよね、うんうん、それにさ、リサさ、うん、お金の使い方知ってるからさ、うん、全部持ってって。そうだよ、リサが一番知ってるんだよ。ね。そうだよ。だってリサがさ、今日一緒にいてくれたおかげで、すごいだって楽は充実いっぱいになったんだよ。今日は充実いっぱいだった。うん。いっぱい。いっぱい。じゃあ二人は友達でいてくれる？何？ん？何が？何？私にとって二人とも同じぐらい大切なんだよ。
私がニューヨークから近況報告するときに二人が喧嘩してたら同じことを2回も言わなきゃいけないんだよ。うん、国際電話代ってね結構高くて大変なんだよ。何よ真面目に聞いてよ。だから二人がちゃんと友達いてくれないとちょっと困っちゃうんだな。困れ困れじゃないよ。気持ち悪い。なんで気持ち悪いの。嘘だよ嘘だよ。リサに何も言わないで。誰ちょっと金出しな。何の話ですか。みんな騒がないでね。この子余計ひどいことになっちゃうから。やめてよ。金は。だから何の話。ジョンコ何やってんのよ。リサ大丈夫。ジョンコ大丈夫。大丈夫大丈夫ね。大丈夫。ジョンコこっち来て。足りない。ちょっと待って。それで全部ラブホテルが14、六本木が80って話です。14万と40万です。間違いないです。ここ間違いないですか。痛い。大丈夫。痛い。痛い。ジョンコ二人は一緒に来い。三人一緒ですから。なに。三人一緒ですから。申し訳ないんですけど、今センターラインの上とか走っちゃってますよね。ちょっと気持ち悪いんですよ。でも線と線の間をちゃんと走ってもらえれば全然平気なんですよ。大丈夫です。大丈夫です。我慢します。大丈夫よ。命に問題ないから。ただちょっと左目がね。誰かこの子の連絡先分かる。身分証も何もないし、仲間の奴らみんな逃げちゃったから。犯人は事情聴取してるよ。犯人伝って筒持たせというか親父狩りというか、そっちの被害者だから正当防衛って。これが正当防衛なんですか。何丸。と矢沢丸。矢沢丸。殴ったのか。逃げようとしたんですよ。いきなり殴られたんです。いや、事情説明していいですか。ダメだ。私が無理に頼んだんです。聞きたくねえっつってるだろ。
をするのはとりあえずは一人でいい。うまく見るな。金どうします？足りない分。残りの54万全額渡せばいいや。あとは使っちまったって言うんだな。納得しなかったら。こいつらの言ってることの方が正しいんだよ。官僚なんてのはな、水増し請求で儲けるのが当たり前だと思ってんだよ。それ見てみろ。その札比べてみろ。そのピン札見てみろよ。伝言ダイヤルみたいにびっしりメッセージ入ってるよ。土木業者の裏セミナーでもらったばかりの40万です。便乗援助交際で一晩遊ばせてください。警察署がグダグダ言ったらうちの便所掃除に来れば差額払ってやるって言っとけ。マルの話もういいよ。ラクちゃん壊れた顔しないでよ。してないよ。壊れた顔は別にいいんだけど、お葬式ムードって嫌じゃん。嫌じゃない？してないよ。久しぶりに壊れた顔してんだよ。してないよ。出発伸ばせないの？変更聞かないチケットだから。この時間じゃさ、煮詰まってる親父も寝ちまってるんだよね。煮詰まってる親父も寝ちまってる。ケチだよね。金全部返してくれりゃいいのにさ。でももう大丈夫だから。14万なら1200ドルくらいにはなるし、なんとかやっていけると思う。伸ばしてくれればさ、いつでも60万集めるしさ、そのお金で新しい切符買えばいいじゃん。泊まるとこいくらでも潰れてるさ。そうだね。切符って10万円ぐらいで買えるんだよね。買えるよ。買える？買えるよ。ちゃんこの言う通りだよ。リサちゃんチケット伸ばしちゃえば。私ね、1年間毎日この切符眺めて自分に言い聞かせて、それでやっと家を出る決心がついたの。いくら持っていくかじゃないと思う。この切符のこの日付のこの時間にニューヨークに行くことが大切なんだと思
分かるよ、なんかそういうの。なんとなくだけど、分かるよ。嘘だね。分かるよ。分かんないもん。自分に分かんないもん。自分で分かんない。自分で分かんないもん。ジョンコ、鬼たんだから。違う、楽ちゃんより楽ちゃんの鬼たんだよ。何言ってんの、何言ってんの、何言ってんの。東京に残れば、二人の力で50万でも60万でも集まるの分かるの。でもさ、そんなことしてたら、あと1週間したら100万になるって、あと1ヶ月いたら200万になるって、そうやって考えちゃうかもしれない。だってさ、お金なんてさ、いくらあれば十分かなんて誰にも分かんないと思わない？この飛行機の時間がけじめなんだよ。この日までは親にとっていい娘でいようって、でもそこから先は私を一人の人間として見てくださいって。みーさん、あれ何？お葬式の張り紙じゃん。横文字そんなのない。私の名前でもリサ。え、リサ死んでない。死んでないよ。え、行くの？行くの、行こう。え、そんな、なんだよ、なんで逃げるの。マスター怖いね。バック、バック怖い。ねえ、タコじゃないよ、矢印。すごい、なに、ここだよ。ダメじゃん、できないし。やってみてよ。あ、すごいよ。こっちだよ、こっち、こっち、こっち。あ、タコの、な、リサ、リサ、リサ、めちゃめちゃ美しい。やった、危ない。ジャンコ、今何してた？今踏んでた。誰やったんだろうね。道、こっちにもあるよ。え、こっちにもあるよ。なんか英語でカンボスリサって書いてある。こっちじゃない？こんなとこ、こんなのあったっけ？ねえ、ねえ、何？こっちだって、こっち、こっち。リサって、リサ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 だよ。ほら、すごいよ、すごい、ここだけ見た。ここだよ、リサ。すごい、リサいっぱい、リサだらけ。すごい、すごいね。でね、屋上だよ、屋上登ってった。先ほどのブルブルショップで、私ここにビデオを紹介されたんだよ。え、昨日パンチラ。すごくない？おしっこだって主婦だ。主婦？主婦は？こいつ、こいつスカウトだよ、こいつスカウトだよ。こいつスカウトじゃないの？知ってる知ってる知ってる、ね、君は僕の運命だとか言ってるじゃない？運命ちゃんとか言ってるやつだよね。見るよ。うわ、すごい傷。なんか頭悪そうだよ ね、 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 ね。この人ビデオの時助けてくれた人。ビデオ？ビデオって、え、あ、あの仕事とかやった人？こいつ？嘘！リサ！うわ、超運命じゃない？ほん…なんだよ、お前ら、なんでいいんだよ。なんでって、私の親友だもん。親友？マジ？そんな変な顔して、なんだよ。何よ、まあ、いいんだ、いいんだよ。俺はここに、直に、直談判に来たんだよ。ビデオの件に決まってんじゃねえかよ。俺のリサになんてことするんですかっつって、すごんだの。すごんだの？うわ、嘘なんだけど。嘘なんじゃん。ビビったのが、先ねも超怒ってて、取り返してきてくれたんだよね。で、彼女は空港届けてやればいいじゃないっつんだけど、いや、俺マジオールやってても絶対教授に渡すわ。待って、本当に本当に本当に？取り戻したの35万。嘘。なんで俺が嘘つくんだよ。何？35万？は？見て見て、うわー、すごい、帰ってきた。で、はい、何これ、え、こ
これが制服代とその他もろもろ。え、いくら？50万。嘘、そんな高くくれたの？選別も含めてね。すごいよ、すごい、お金持ちじゃん。なんで分かったの？買っちゃった。ボデ帰ってくるからね、制服眺めて暮らすのもいいかなと思ったんだ。ねえ、リサちゃん。Yeah.